双葉 T10PX に APA L セットと APA アングルスペーサー柔道装着。T10PX のスターリングホイールの位置をオプションを使って変更します。APA アダプターは S、M、L の3種類あります。標準で M が付属していますが、今回はオプションの L へ変更します。S は 17mm、M は 24mm、L は 29.5mm、ホイールポジションを任意の方向へオフセットできます。APA アングルスペーサーは5度と10度の2タイプあります。標準で5度が付属しています。今回はオプションの10度を追加して合計15度にします。変更前の状態です。標準 APA アダプターでホイールポジションを若干斜めにしています。変更前と変更後の比較です。見た目は言われれば変わっていると気づく感じです。手に持つと変わっていることをはっきりと感じ取れます。好みのポジションを見つけるまでは少しずつアングルを変えながら調整する必要があります。15度前方へ傾けたので、上から見るとそれなりに傾いています。なお、ネジのことをよく聞かれるのですが、スクエアのアルミスクリューセット、オレンジに交換しています。スクリューの色はゴールドが欲しかったのですが、残念ながらラインナップになかったので、オレンジで妥協しています。ご視聴ありがとうございました。